皆さんは BTS の兵役期間についてどのような感情を抱いているでしょうか。彼らは兵役任務を随時になっていくと決めたことに対して前向きな気持ちで見送ろうと声を上げたアーミーもいれば、会えない期間ができて寂しいと感じたアーミーも少なくはないですよね。そして一番心配されているのがメンバー全員が兵役を終えて BTS として完全体になって帰ってきた時の彼らの人気に関してです。現在 K-POP アーティストとして一番と言っても過言ではないくらい世界的な人気を誇っている BTS。 アーミーの中では先ほども言ったように兵役後の BTS の人気に関して心配する声もありますが、それよりも多く寄せられているのが BTS は兵役に行っても人気が落ちないという声です。ではなぜそのような声が多く寄せられているのでしょうか。今回は BTS が兵役に行っても人気が落ちない衝撃の理由についてご紹介していきます。韓国国籍を持って生まれた健康である18歳以上の男性は原則として約1年半から2年間の兵役に就かなければならないという国のルールがあります。これはアイドルであろうが俳優であろうが関係なく通らなければいけない道であり、歴代の有名大人気アーティストたちも兵役を務めました。これまでに兵役に勤めて除隊したアーティストは除隊後の人気が続かなくなったり、メンバーの一部が兵役に行って完全体に戻るまでに解散してしまったりするというジンクスがありました。しかし K-POP 第2世代グループと言われている東方神起やスーパージュニア、2PM などのメンバーたちが除隊して完全体になった頃には待っていてくれたファンたちも多くいたことで、グループの存続やさらなる活躍を果たすようになりました。兵役期間に入るまでや入隊期間中の活動の仕方やグループの在り方をよく考慮することで、ファンたちとの絆を深めて固定のファンダムを築き上げるということが大切だと気づいた K-POP 界。メンバーがかけている期間中でも普段から支えてくれるファンたちをより大事にすることで、グループが完全体となった後もファンたちが変わらずに応援して支えてくれるのです。ダイナマイトが米ビルボードホット100の1位に浮上したことをきっかけに世界的にかなりの人気を得た BTS。 彼らが欧米圏で人気を得たことで一気に K-POP の世界的人気が拡大化されて、 K-POP に対する高い評価や認知改善を取得することができたのです。これらのことを踏まえて2020年12月に大衆音楽歌手が韓国の文化的影響を世界で高めたとして政府の勲章を受章した場合、兵役入隊を30歳まで引き延ばせるという BTS 法案が国会で可決されました。しかし BTS が所属しているビッグヒットミュージックはこの延期期間の申請を取り下げて、 BTS 最年長メンバーであるジンが先立って入隊することになりました。ジンは2022年10月28日にソロシングル The Astronaut をリリースし、同年12月13日にキョンギドヨンチョン郡の第5師団新兵教育大隊に入隊したのです。これまで BTS としてグループでの活動を中心にしてきた彼らですが、現在はグループとしての活動はお休みして、ソロでの活動をしながらアーミーたちとの時間を過ごしています。逆に捉えてみれば、彼らのソロ活動は入隊準備期間とも言えるかと思います。ジンに続いて、どのような順番で残りのメンバーたちが入隊していくのか気になるところですね。グループ活動が一旦休息となったことで寂しさを感じるアーミーも少なくはありませんが、その気持ちを補うようにメンバー個々に活躍している姿を SNS などでよく発信されています。それによってアーミーの寂しさも少しは和らいでいるのではないでしょうか。BTS メンバーがそれぞれでソロ活動をしているといっても、完全体になる予定の2025年まではどうしてもグループとしての空白期間を作ってしまうことになります。そこで心配されているのがやはり人気度の低下です。現在アイドルオーディション番組の放送が注目されている時代になっていて、新世代 K-POP アイドルも次々に誕生しています。
それでも BTS の活動は勢いを弱めずに、コツコツと積み上げてきた人気を保ってきました。しかし、メンバーが兵役に行くことでできてしまう空白期間の中で、メンバーたちの心の中にも、自分たちの人気が落ちてしまわないか、後輩たちに追い越されてしまうのではないかという葛藤が少なくともあることでしょう。そんな心配がある中で、Twitter や Instagram などの SNS では、BTS が兵役に行っても彼らの人気は落ちることはない、という声を上げているARMYが多くいます。では、どうしてそのようなことが言えるのでしょうか。BTS の人気は落ちない、と声を上げたARMYたちの意見を紐解いていくと、いろんな理由が語られていました。まずは、そもそも推しが兵役入隊してしまうというのが初経験ではないというARMYが多いことです。BTS のファンの年齢層は本当に幅広く、幼い子供から10代、20代、30代のファンはもちろんのこと、孫や子供の影響でおじいちゃん、おばあちゃん世代までもが BTS の魅力にハマっています。特に20代後半から30代、40代あたりのARMYの中には、BTS を好きになる前から応援している推しが兵役に行ったという経験を持っているファンもいるのです。そのために BTS メンバーが兵役に行ったとしても笑顔で送り出せる。待ってるからねと心から言える。メンバーたちが帰る場所を作って待つことができるといった心強いメッセージを表明しているARMYが多くいたのです。推しが兵役に行ってしまうことを経験したことのないファンにとっては、確かに寂しさや悲しさの方が大きいかもしれませんが、この寂しさを一度でも経験したことのあるファンがいるということは、ARMY 同士で励まし合うこともできる上に、BTS が完全体となる2025年まで、お互いに気持ちを高め合うこともできますね。推しが除隊した後にどれほどの活躍をしてくれるのかという知識もあるので、どうしても寂しさを拭えないという人は、K-POP ファンの先輩とも言えるARMYを見つけて、語り合ってみるのもいいかもしれませんね。次に、BTS が完全体となる2025年までに貯金ができるといった、なんともユニークな理由もありました。これまで BTS は CD や DVD などの他にも様々なグッズを世に送り出してきました。 BT シビルというオリジナルキャラクターも誕生したためにARMYたちのお財布事情は大変だったようです。しかしこの兵役期間中 BTS としての活動が少し緩やかになっている時期を使ってコツコツと貯金をしておき、またグループ活動が再開した時に惜しみなく応援できるようにしようという攻略を立てているARMYも多くいるようです。しかしこれに関しては実際お金を貯めている余裕を持たせてくれなさそうではないかという意見もあります。その理由として、BTS が所属しているビッグヒットミュージックが、メンバーの兵役期間中も様々なコンテンツを用意して、販売してくるのではないかという見解が持たれているからです。実際に現在そのような告知は目立っていませんが、待っているARMYを楽しませ続けるためにも、いろんな計画をしているかもしれませんね。BTS が兵役に行っても人気が落ちない理由として、最後にもう一つご紹介します。それは兵役準備期間としてソロ活動を軸に置いている現在でも公式の YouTube チャンネルでコンテンツをアップしていたり、 Weverse にてメンバーが時折顔を出してARMYたちとコンタクトを取り続けているからです。グループ活動が休止となっていても、このようにあらゆる SNS を使って表に出ることで多くの人の記憶に残しておくことができます。SNS は兵役期間中に直接会うことができなくても同じ時間を過ごしているんだという気持ちにしてくれる唯一の大切な場所となりそうですね。今回は BTS が兵役に行っても人気が落ちない衝撃の理由についてご紹介しました。どうしても寂しい思いはしてしまいますが、彼らが無事に兵役を終えてさらに輝かしく活躍する日を楽しみにしていきたいですね。そして完全体となる2025年におかえりと笑顔で迎えましょう。皆さんは BTS のアンチについて知っていますか？
アンチとは、特定の個人や団体に SNS などのコミュニケーションツールを使って攻撃的で否定的な言葉を使う人たちのことを指します。2013年に韓国でデビューした K-POP グループ BTS、 今や国内だけでなく世界中で高い人気があり、音楽の本場アメリカでスタジアムコンサートを開催した際はファンが殺到し会場を埋め尽くしました。2022年の第64回グラミー賞ではシングル曲バターが最優秀ポップデュオグループパフォーマンス賞にノミネートしました。ノミネートされたことによりさらに大きな注目を浴び、世界を舞台に活躍を広げています。トップアーティストとなった BTS は昔からのファンを熱狂させているのはもちろんのこと、新しい BTS のファンも急増し世界中で彼らの虜となっています。しかしそんな大躍進の中、BTS に対して否定的な声を上げる人がいることもまた事実です。アンチが多いほど人気者の証、なんて言葉も言われるように、知名度が上がれば上がるほど、アーティストに対して否定的な意見を持つ人も増えます。残念ながら、芸能界ではよく見られている構図です。昔から BTS ファンの中には、そんなアンチからの言葉に心を痛める人や悲しむ人、代行する声を上げる人も少なくありません。事務所はアンチに対して2016年初めて告訴状を提出し、2019年には30人のアンチユーザーに対して告訴することを発表しました。確固たる対応を行っていますが、依然としてアンチが消えることはありませんでした。そんな中、BTS のリーダーである RM はアンチに対する正直な気持ちを語りました。RM が明かした言葉に、ファンたちからは素晴らしいという声が集まったのです。今回は、RM が明かしたアンチへの正直な気持ちや、それに対するファンたちの反応などをご紹介していきます。BTS は2022年4月にアメリカラスベガスでオフラインコンサート BTS バーミッション2ダンスオンステージラスベガスを開催。ラスベガス滞在中の4月9日、RM はコミュニティアプリ VLIVE にてライブ配信を行いました。ライブ配信の中で RM はアンチに対する自身の意見を告白しました。RM のアンチに対する考え方が素晴らしいとファンの中で話題になりました。コンサート終了後にライブ配信に駆けつけた RM は、公演終了後の気持ちを話したり、寄せられたコメントに反応したりと、ファンと交流を行いました。その中で RM は、正直、僕たちのことを嫌いな人はいつもいました、と話し始め、アンチに対する考えを率直に語ったのです。自分たちのことをよく思っていない人はいつもいた、ということについて、RM は、僕たちに問題があったのかもしれないけれど、そうではない場合もあります、と話し、さらに、全員が全員好きなチームなんていませんよね、と語ります。そして現在の状況については、特にアメリカで僕たちのことを嫌いな人がいるということは、そのくらい僕たちがメインストリームに上がってきた証だし、むしろすごくいいことです、と話しました。このように RM は、アンチがいるということは、それだけ BTS のことを知っている人が増え、世界で知名度が上がってきた証拠であり、むしろいいことだと前向きに捉えている考えを明かしています。さらに、アーミーに対しては、アンチの言葉は無視して良いと思います。そのようなネガティブな言葉に反応することは、すごく辛く悲しいことだろうし、一つ一つのことを気にしなくてもいいと思います、と呼びかけます。そして、それがあの人たちが望んでいることですので。ああいう人たちは、構ってほしくて、炎上させるためにやっているわけだから、と自身の気持ちを語りました。SNS が普及した現在は、誰でも簡単に意見を述べられる世の中です。たくさんの人と意見を交わし、感情を共有することができ、便利なツールではありますが、簡単に人を傷つけてしまうという恐ろしい一面もあります。BTS は SNS を通じてファンとコミュニケーションを取ることが多いため、このような恐ろしい一面と隣り合わせで活動しているのかもしれません。RM が話したように、知名度が増えればアンチの声も増えるということは仕方がないことかもしれませんが、ファンとしてはできるだけネガティブな意見が減ることを願わずにはいられません。
ただ、今回のライブ配信内で RM は、公に人のことを悪く言うアンチはかっこ悪いし、自分とは合わない人だと思う、とも語り、そういう人は反応したら喜ぶし、いちいち反応しない方が僕たちの心の健康のためにも良い、と大人の意見を語り、前向きに捉えていることを明かしています。さらに、そういうネガティブなことに注意を向けるよりも、自分を成長させてもっと良い人間になることにエネルギーを使いたいし、僕たちは今までやってきた通りやるべきことをやるだけだ、と語り、確固たる意志を持って堅実な姿勢を見せました。今までもこれからも、アンチの声に屈せず、自分自身の成長に目を向けている BTS だからこそ、これまで世界中の人に感動を与え、多くの人の心を動かす存在になったのではないでしょうか。そして最後に RM は、もともとファンとアンチは紙一重という言葉もあるし、実はライトなファンの方たちよりも、アンチの人たちの方が僕たちについてより詳しいこともあるんです、という本質をついた言及をしました。だからこそ、僕たちが頑張ればアンチの人がファンになる可能性だってあるので、僕たちはもっと頑張らないといけないんです、と謙虚で前向きな姿勢を見せました。表舞台に立つ人間にとってネガティブな声が聞こえてくるということは私たちの想像以上に辛いことだと思います。しかしそんな意見にも明確な意思と謙虚な心で向き合う RM の姿はとてもかっこいいですし人としての強さを感じますよね。RM がアンチに対する気持ちを明かしたライブ配信では多くの声が集まりました。ここからは RM の意見を聞いたファンたちの反応を一部ご紹介していきます。ナムジュンのおかげで気持ちを切り替えられた。考え方がかっこいい、素敵。この人が BTS のリーダーでよかった。ナムジュンの考えはいつも勉強になる。本当にその通り、的確な意見だな。正直に話してくれて心に刺さった。このように、RM の明かした意見には、感銘を受ける声や共感の声が上がりました。ファンの中には、RM の考えを聞いて、アンチには反応せずに無視することにしよう、と呼びかける人もいて、前向きにこの言葉を受け止めている人も多くいる様子でした。彼の発言は多くの人に勇気や希望を与え、影響力の大きさも伺えます。4月9日のコンサート終了後、V ライブでアンチに対しての考えを語った RM ですが、実はこの日の公演でもアンチについて言及しています。RM はエンディングコメントで、グラミー賞のことや僕たちのことで、世間が騒いでいるのは知っています。でも、そんなこと気にする必要ないでしょ？僕たちは、グラミーのためにラスベガスに来たんじゃない。アーミーに会うために来ましたと、トロフィーや実績のためよりもファンが一番大切であることを伝えました。そしてレッドザヘイターズヘイト、レッドザラバーズラブ、嫌う人には嫌わせ、愛する者同士で愛し合いましょうと締めくくり、ファンたちに強い気持ちを届けました。アンチの声が聞こえてくる中でも日々努力し続け、自分たちを応援してくれるファンをとても大切にしている気持ちが伝わります。BTS がこのようなブレない芯のある言葉を語ることは、多くの人に愛される一つの理由だということがわかりますね。今回は、BTS の RM が明かしたアンチに対する気持ちと、それを聞いたファンたちの反応をご紹介してきました。否定的な声にもしっかり自分の立場を示し、前向きに向き合う RM の姿がとてもかっこいいですよね。皆さんは今回語られた RM の気持ちを聞いてどんな感想を持たれましたか？ぜひコメントで教えてくださいね。皆さんは BTS のどの楽曲に感動したことがありますか？ボーカルメンバー、ラップメンバーともレベルの高い素敵な歌声を届けてくれていますよね。しかし、歌って踊るグループアイドルの場合、すぐに口パクを疑われてしまうことがあります。それは日本のアイドルだけでなく、韓国でも同じです。BTS は、特にカルグンブと呼ばれる激しくキレのあるシンクロダンスを特徴としています。BTS を見慣れていない方々にとっては、本当にあんなに動きながら歌もうまく歌えるの？
という声が出てくるのも仕方ないかもしれません。韓国の音楽番組では、時にアイドルが完璧なパフォーマンスを発揮するため、かぶせなどの手法を取ることがあります。しかし BTS メンバーは、生歌でこれまでも見事なステージを見せてくれているのです。そこで今回は、BTS メンバーの口パク疑惑の真相や、生歌の実力についてご紹介します。アイドルに対する口パク疑惑は、日本でも1980年代からあったほど歴史の長い論争です。しかし、闇雲に口パクを叩いている人の中には、口パク、かぶせ、生歌の違いや、それぞれのメリットを知らない人もいます。まずは、口パク、かぶせ、生歌の違いを簡単に説明します。口パクとは、歌手の持っているマイクの音量をオフにし、口だけを動かして、事前に収録した CD 音源などを流す方法です。これは非常に有名で、誰もが知っていることかもしれません。メリットとしては、音程を外す心配がない。ダンスやパフォーマンスに集中できる。ダンスやパフォーマンスで息切れしても歌に影響がない。などが挙げられます。デメリットは、ライブでも CD と同じ音源になってしまう。口の動きと歌がずれてしまうと滑稽に見えてしまう。などが挙げられます。次に、かぶせとは、歌手の持っているマイクの音と、事前に収録した CD 音源などの2つの音をミキサーなどで調整して流す方法です。音響担当スタッフが、音を聞きながら生歌の音を大きくしたり、CD 音源などの音量を大きくするなど、耳で聞きながら調整します。音量調整に慣れていないスタッフの場合、音が二重に聞こえるという現象が起きることもあり、スタッフの手腕が必要とされます。メリットとしては、歌いながら音程を取りやすい。多少音程がずれても、ある程度ちゃんと聞こえる。音楽番組の場合、後から音声を調整して放送できる。などが挙げられます。生歌はその言葉の通り、CD 音源などを使わず、マイクの歌声をそのまま流す方法です。メリットは、その時しか聞けない歌い方や声の出し方を聞くことができる。息遣いやアドリブなど、アーティストの人間味を感じることができる。その場の臨場感を楽しむことができる。実力がそのまま反映される。などが挙げられます。デメリットとしては、歌唱力の低さや喉の不調がバレやすい。ダンスやパフォーマンスで息切れをすると歌が乱れる。などが挙げられます。どうしても口パクやかぶせを批判する風潮が強いですが、観客に楽しんでもらうことこそがエンターテインメント。という考え方もあるのです。必要に応じて使い分けることで、アーティストの喉の不調や体調不良をカバーしてくれることもあります。特にグループアイドルの場合、誰か一人の喉の不調のために、ユニゾン部分が不協和音になってしまったなどというトラブルを回避することもできます。これまで BTS が番組でパフォーマンスをするたびに、ネットでは口パク論争が繰り広げられてきました。激しいダンスを踊りこなしながらのパフォーマンスとなるため、BTS は歌っていない。あれは口パクだよね？といった疑惑を持たれるのかもしれません。一方で SNS では、口パクではないことは2019年の MMA がわかりやすい。ちゃんと体の動きに連動した声が出せているのがわかる。かぶせはあるけど、生歌の方がしっかり聞こえるグループなので全然気になりません。かっこよすぎます。こういうグループがいると夢がある。微妙な歌い方の違いとか、合間の息遣いなどで口パクではないとわかる。あまり知らない人が初めて聞いたら、確かに口パクって思う人がいるかもしれない。それぐらい声が安定してる。との声が聞かれています。口パクと言われるのは、むしろ褒め言葉という意見や、生歌が CD 音源に聞き間違えられてしまうほど上手いという意味として捉えるアーミーも多いようです。BTS は口パクなのでは？
BTS の曲は日本語バージョンでは口パクなのでは？など口パク疑惑に関するコメントはたびたび見られてきました。韓国の音楽番組ではダンスをするアイドルグループにとってかぶせは珍しいことではありません。完成度の高いパフォーマンスを披露することでファンに素晴らしい時間を提供してほしいという観点から、ファンとアーティスト双方にとってメリットがあるという考え方があるようです。数曲を一人ではなく複数人が激しいダンスを踊りながら生歌でしっかり歌い上げるというのは至難の業でもあります。ダンスパフォーマンスがハードな BTS も状況によりかぶせを使ったりしますね。状況によりダンスプラス生歌、ダンスプラスかぶせというパターンがあり、ダンスプラスかぶせの中にも生歌が小さめ生歌が大きめという音源音量の調節も存在します。音源音量の大小はあったとしても、いずれにせよあれほどのダンスを踊りながら実際歌っていることに脱帽してしまいますね。韓国の数々のアーティストや音楽の専門家によると、BTS は歌唱力がかなり高いと評価されています。BTS は歌とダンスの練習にかなりの時間を費やし、努力を重ねています。だからこそ、素晴らしいダンスを披露しながら生歌を披露することも十分可能なのです。2020年12月2日、BTS が FNS 歌謡祭に出演した際、新曲のダイナマイトを発表しました。後ろに飾られた黄色い絵には FNS と書かれていますね。注目すべき点は、このステージでテテが自身のソロパートをあえて歌わず手を叩いたという点です。テテは、BTS は口パクではなく生歌だとさりげなくアピールしたのではないかと言われています。当時 BTS は口パクと騒がれがちだった世論にテテが一国を投じたのかもしれません。テテが自分のパートを歌わず手を叩いたのは、この番組を見ている人に口パクじゃないと伝えたかったからなんだね。テテ途中で歌わなかったからびっくりした。テテがこうまでして伝えたかったメッセージをしっかり受け止めたいです、など当時アーミーからも様々な反響が寄せられました。これほどまでキレキレの動きをしながら終始息を切らすこともなく高音も出し、表情管理までできる BTS のメンバーのレベルの高さを感じますね。BTS は海外の歌番組でもライブを披露しています。その時のライブの動画が上がっていますが、よく聞いてみると歌い終わった後に息遣いが聞こえる動画もあります。マイクがオフになっていれば決して聞こえるはずのない息遣いが動画として残っているのです。また BTS っていつも口パクなんですか？という有名ネット質問掲示板での質問に、口パクはほとんどありません、かぶせはありますが最近はコーラス部分だけだったり音量調節などで歌っています、この間のアメリカの番組では完全に生歌でした、ママや MMA もマイクから声が聞こえました、と回答した上、動画を添付した回答がありました。ちなみにその回答者さんがベストアンサーに選ばれていますので、質問者も動画を視聴して納得したということでしょう。さらに BTS はザ・ファクトミュージックアワード 2020TMA2020 にてダイナマイトを披露した際、1分50秒から曲が終わり BGM もない状態でなんとアカペラで歌い上げるという驚異のパフォーマンスを見せています。当時の SNS では BTS のアカペラがすごすぎて驚愕だった、さすが世界レベルのグループは格が違う、ジョングクに続けてアカペラで歌うテテが素晴らしかった、などの声が多く聞かれました。口パクやかぶせの方法は様々な国のアイドルやアーティストが用いる手法です。特にグループアイドルは全員が歌とダンスを同時に揃えて披露しなければいけません。歌いながらダンスをしたことがある方にはわかるかもしれませんが、一人でも大変なことを複数名で披露します。
レッスンを積んだプロアイドルでも、ダンスをするための呼吸、歌うための呼吸を常に整え、表情やフォーメーションにも気を配りながらやるのは、かなりハードなことです。簡単にやっているように見えるのは、まさにプロだからです。特に K-POP 界のカムバキは、大変忙しいとも言われており、殺人的スケジュールと呼ばれることもあります。生で完璧なダンスを披露してファンのテンションを上げるために、多少のかぶせは最高のエンターテインメントを提供するという点からは問題ないという考え方もあるのだとか。アイドルグループは BTS に限らず、どのグループでも口パクがどうこうという話題が上がりがちです。しかしそれは、最高の音楽とパフォーマンスを同時に提供する側が、観客が最も喜ぶスタイルを取った結果とも言えます。おそらくこの論戦に終わりはないのかもしれません。ライブ動画などを見る限り、少なくとも BTS は口パク、歌っていないということはないようです。今回は BTS は口パクなのか、生歌の実力はどうなのかについて、過去の動画や出演歴をもとに真相に迫ってみました。結論として、かぶせはあるものの、生歌が数多く存在し、ほとんどの場合で実際に歌っていることから、 CD 音源を流して踊っているだけという噂は事実ではないことが分かりました。それは BTS メンバーの日々の努力の賜物とも言えますね。しかし、アイドルも生身の人間です。アーミーとしてはメンバーが常に健康で、そして笑顔でいてくれることこそが幸せとも言えます。生歌を届けてくれることはもちろん嬉しいことであり、最近ではウィバースライブでアーミーに生で直接歌声を届けてくれるメンバーもいます。アーミーに素敵な歌声を届けてくれることに感謝しながら、これからもアーミーと一緒に素敵な時間を共有してくれたら嬉しいですね。皆さんは BTS のパフォーマンスを見たことがありますか？今や世界的なスーパースターになった BTS。 違うスター性を持った7人が一つになった K-POP を代表する最強グループです。個人のダンス能力が高いことはもちろんですが、キレのあるダンスをシンクロさせる7人揃ったダンスは鳥肌ものですよね。そこで今回は BTS のダンスが一人でも欠けてはいけない理由をご紹介します。BTS の中でも特にダンス能力が高いと言われているのが、ホソク、ジミン、ジョングクの 3J です。ホソクは BTS のダンス隊長と言われていて、ダンスをするために生まれたような天才です。柔軟性があるのはもちろんですが、人間の関節を感じさせないような滑らかなダンスをするのが特徴です。そんなダンスの天才ホソクがBTS のパフォーマンス面の監督のような役割をしています。ジミンは舞踊家を卒業しているのもあり、しなやかでキレのあるダンスをするのが特徴です。現代舞踊とホッピンというジミンにしか踊れないダンスをします。7人で踊っていてもジミンがどこにいるのか勝手に目に入るくらい個性が際立っています。ジョングクはどんなジャンルのダンスも簡単にこなします。練習生時代にアメリカにダンス留学した際は、黄金マンネという名の通り、ものすごい吸収力で実力が伸びたと言われています。最近リリースしたソロシングル「セブン」では、BTS の時とはまた違ったセクシーなダンスでアーミーを驚かせましたよね。センターに来ることが多い 3J のメンバーたち。公式 YouTube にアップされた 3J によるバターのパフォーマンスビデオでは、さすがにかっこよすぎ、芸術的だ、この3人はレベルが違うなど称賛するコメントが世界中から飛び交っています。 3J が BTS のダンスの格を上げていると言っても過言ではないですよね。BTS のパフォーマンス時には両サイドにいることが多いのがジンと RM です。アンチからはダンスが下手と叩かれてしまうこともある2人。そんな時でもジンは BTS の両翼とポジティブに例え、 RM と笑ってアーミーを心配させないようにしていました。こういったところに
人間性の良さを感じますよね。ジンと RM は他のメンバーに遅れを取らないようにといつも居残り練習をしていたそうです。そしてその練習に付き合ったのが細くとジミンだったそうです。お互いに支え合いながらパフォーマンスの質を上げようとしていたのが泣けてきます。2020年のフェスタで RM はジンの行動に感動したというエピソードを話しています。オンの練習期間、個別でもレッスンを受けていた。デビュー7年目なのにすごいことだとジンのひたむきな姿を称えていました。ダンスが苦手だからといって逃げることなく練習し続ける2人の姿勢は素晴らしいですよね。ラッパーや楽曲制作で注目されることが多いユンギですが、ダンスも 3J に劣らない実力を持っています。個性を出すダンスをするというよりも振りを正確に踊るのがユンギです。ユンギ本人もダンスが好きというだけあって、 BTS がグループとして活動を休止した時にもダンスの個人レッスンを受けるほどでした。細くが出演したシチタエピソード14では、以前ユンギがもう音楽はやらない、これからはダンスをすると言っていたと明かされ、アーミーをクスッとさせました。そんなユンギはシュチタで、自分が一番かっこいいのは7人でパフォーマンスしている時だと何回も繰り返し発言しています。メンバー自身も7人でいる時がかっこいいと自覚しているからこそ、ファンを熱狂させるパフォーマンスが生まれると言えるのでしょう。顔天才と言われているテテは BTS の中でも見せ方が圧倒的に上手だと言われています。体を使ったダンスというよりもテテという存在感で見る人が目を離せなくなるパフォーマンスをします。テテのパフォーマンスで代表されるのがボーイウィズラブのイントロの部分です。2019年のママで披露した際、後輩の TYT や ATEEZ がファンのようにリアクションしている様子が注目されましたよね。たくさんの後輩からロールモデルに選ばれるのも納得ですよね。そして振り付けを覚えるのが一番早いとメンバーからも言われているテテ。最近ではジョングクが人気歌謡に出演した際、応援に駆けつけていましたよね。ジョングクがステージに上がる前に振りを教えてもらい、突如一緒に踊った姿にアーミーは驚きと喜びで絶叫していました。体を使ったアクロバティックなダンスだけでなく表情でも見せるテテは BTS の魅力をさらに引き上げてくれるメンバーと言えるでしょう。個人でも十分に実力のある BTS をスターダムにのし上げたのは、なんといっても恐ろしいほどシンクロしたカルグンブのダンスです。カルグンブとは刃物のように切れ味のある踊りをつま先まで全員でシンクロさせることを言います。 BTS がデビューする前はヒップホップのグループはそれほど踊らず、ジェスチャーのみがほとんどでした。そんな中、2013年にデビューした BTS は今までにないシンクロダンスとアクロバティックな振り付けでアイドル業界に衝撃を与えました。アイドルの先輩であるスーパージュニアのシンドンも、あの子たちはすごいよと周りに勧めるくらいだったそうです。初期の楽曲はヒップホップ色が強く、大衆に受け入れられないことがほとんどでしたが、じわじわと人気が出てきます。他のアイドルグループのファンも倒しだけど BTS のパフォーマンスはやばいと話題に上がるほどだったそうです。7人でシンクロさせるダンスをするため尋常ではない練習をしていたのが BTS です。 BTS は最初からダンスの実力が高く、今のようなカルグンブを踊れていたわけではありません。ほとんどがダンス未経験者の中、デビュー前は15時間も練習をし、今の BTS のパフォーマンスが出来上がったと言われています。ダイナマイトのカムバック時も1日18時間の練習をしていたと語っていたのは驚きですよね。十分に人気が出ていたにもかかわらず、デビュー時と変わらない練習をしている姿を見ると愛される理由がわかりますよね。 BTS のパフォーマンスディレクターを務めるソンデュク先生は、
インタビューでこう語っていました。他のアイドルと違うのは練習量だからこそあのパフォーマンスが生まれる。ただただアーミーに素晴らしいパフォーマンスを届けるためにプライベートな時間を削って練習に励む姿には心が打たれますよね。そんな BTS が認められるようになったきっかけはアメリカでの活動です。韓国では SM、YG、JYP の大手三大事務所からデビューしたグループが人気が出る傾向にありました。そんな中、弱小事務所のビッグヒットゲンハイブからデビューした BTS は韓国の番組に満足に出られず苦戦します。なんとか道を探す中、SNS を活発に活用しアメリカでの活動に乗り出します。2017年の AMA で初めてアメリカの授賞式に BTS が登場します。すでに SNS の活用で10代に人気のあった BTS ですが、初めて7人のパフォーマンスを見た視聴者からも、あのアジア人グループの子たちは誰？と驚きの声が上がったそうです。アメリカではボーイズバンドやソロアーティストは多くいましたが、 BTS のようにシンクロダンスをしながら生歌を披露する7人組のアーティストは今までにいませんでした。それもあり海外での爆発的な人気につながったと言えそうです。7人が揃ったダンスがあってこそ BTS が唯一無二の世界的なグループになれたと言えるのでしょう。今回はBTS のダンスが一人でも欠けてはいけない理由についてご紹介しました。カムバックをするたびにパフォーマンスが話題になる BTS。 7人全員が最初からダンスの能力が高かったわけではなく、血の滲むような努力をして今のパフォーマンスが出来上がったことがわかりますよね。韓国だけでなく世界中の人たちから愛されるのも納得です。2025年に再集結予定とのことなので、また7人揃ったダンスを見るのが今から待ち遠しいですね。皆さんはそれぞれ個性や才能が違った BTS の7人のメンバーたちがどのようにして集められたのか知っていますか？2023年でデビュー10周年を迎える BTS ですが、今となっては韓国をはじめとするアジア圏のみならず、アメリカやヨーロッパなど世界各国でたくさんのファンを魅了していますよね。アーミーたちによってメンバーそれぞれどのようなキャラクターを持っているのか分析されていますが、彼らの性格は十人十色です。ではそんな彼らがどのようにして BTS として集結させられたのでしょうか。今回はその真相についてご紹介します。幼い頃から音楽への関心があったというパン・シヒョクさんは、両親の勧めもあって音楽の道に進むことを決めました。自他ともに認める天才であるパン・シヒョクさんは、韓国一の一流大学と言われているソウル大学を自席で卒業しました。1990年代半ばに歌手で音楽プロデューサーであるパク・ジニョンさんと出会い、しばらく楽曲制作のデュオを組んでいました。ちなみにパク・ジニョンさんとは TWICE や NiziU、ITZY など大人気 K-POP アイドルを輩出してきた大物プロデューサーです。パク・ジニョンさんの JYP エンターテインメントで着々と力と知識を身につけてきたパン・シヒョクさんは2005年に独立してビッグヒットエンターテインメントを設立しました。そこでこの事務所の最初の所属アイドルとなる7人組男性ヒップホップアイドルグループ防弾少年団を結成させて世界的大成功を収めました。BTS で最年長であるジンはワールドワイドハンサムというキャッチコピーがあるほど容姿がかなりのイケメンです。この美貌はデビューしてから開花したものではなく、生まれ持ったジンの武器です。そんなジンですが、パン PD が最初に設立したビッグヒットエンターテインメントに入る前、東方神起や少女時代など大物 K-POP スターを輩出してきた SM エンターテインメントからスカウトをされていました。当時中学生だったジンは一次審査に合格しましたが、これは詐欺ではないのかと思い込んでしまい、合格通知を受け取っても次のステップへは進まなかったそうです。
その後、俳優になろうと金国大学演劇映画学部に進学した仁。台本を読みながら歩いてるところをビッグヒットエンターテインメントの関係者にキャスティングされて今に至ります。しかし仁はもともと俳優志望であったことからダンスも歌唱もあまり得意ではなく、事務所からの評価もいまいちだったそうです。それでも死に物狂いでレッスンを重ねた仁はダンスも歌唱も他のメンバーに引けを取らないほどの実力を身につけていきました。シュガはもともとテグのヒップホップクルー D タウンというアンダーグラウンドグループで音楽活動をしていました。しかし自分より年の離れた先輩たちのバイトをしながら活動している姿を見るのが嫌だったというシュガはこの環境をより良くしたいと強く願い、ビッグヒットエンターテインメントのオーディションに参加するためにソウルへ上京しました。ラップの実力は高く評価され、パン PD からも踊れなくてもリズムに乗るくらいで大丈夫、ラップを頑張ろうと言われていましたが、BTS がデビューする直前にコンセプトがヒップホップアイドルグループに変わり、ダンスをしなくていいという助言は聞かなくなってしまったのです。契約前に説得するために僕を騙したんだとパン PD に訴えかけたシュガですが、苦手なダンスもかなりのレッスンを積みながら努力してきました。もともとプロデュースや作詞作曲などの裏方がしたかったというシュガにとってこれはかなり予想外な道筋となったことでしょう。クァンジュ出身で東方神起のユノや21のミンジなどと同じダンス教室に通っていた細く、当時からダンスの実力はずば抜けていて、クァンジュではシークレットダンサーとして活動していました。ある日ダンス練習室でオーディションを受けることになった細く、練習室にカメラが設置されていて、審査員たちはカメラの前で踊ってみてとだけ言い残し部屋を出ていきました。そして審査員が戻ってきた時にはすでに2、3時間過ぎていましたが、細くはその間ずっと一人で踊り続けていたのです。そんな努力家なところが評価されて、ビッグヒットエンターテインメントにキャスティングされました。ナムジュンは小学6年生の頃にエピックハイのフライを聞いたことをきっかけにヒップホップの世界に入りました。中学1年生の頃からラップを始め、本出で講演をした時には両親に怒られてしまったそうです。両親の反対があってもヒップホップの世界を諦めなかったナムジュンはその後アンダーグラウンドでの活動を続けていきました。そこでラップをするナムジュンの姿を見たスリーピーさんが普段から親しくしていたビッグヒットエンターテインメントの関係者に紹介し、ナムジュンは1人目の BTS としてキャスティングされました。ジミンはプサンで行われたビッグヒットエンターテインメントの公開オーディションを通して BTS のメンバーに選ばれました。メンバーの中では練習生期間が一番短く、 BTS として選ばれたのも最後でした。事務所スタッフがジミンをメンバーにするかしないか決めかねていた時に、テテにジミンを BTS として迎え入れることについてどう思うかと質問すると、テテはジミンと一緒にデビューしたい、一緒にデビューするべきだと、ジミンと共にデビューしたいと強く願ってくれていたというエピソードはアーミーの間でも有名ですよね。ジミンはパフォーマンスディレクターも公認するほどの練習の虫と言われていて、当時は寝る時間も練習室にこもっていたこともありました。とても努力家なメンバーの一人です。テテがビッグヒットエンターテインメントに入ったのは同事務所の非公開オーディションに参加する友達の付き添いで出向いたことがきっかけでした。非公開オーディションということで参加者はすでに決められた人のみしか受けられないはずが、見学しに行ったところ、当時の審査員に一度オーディションを受けてみないかと言われて、そのまま合格したのです。テテは持ち前の美貌と美しい低音ボイスが魅力であり、 BTS の秘密兵器としてメンバーが決まった後も最後まで公開されなかったメンバーでもあります。ジョングクはスーパースター K3 というオーディションに参加していましたが、残念ながら不合格になってしまいました。し
化し、その後7つの芸能事務所からキャスティングを受け、その中にはビッグヒットエンターテインメントを含む大手芸能事務所もあったんだそうです。ジョングクは名刺を受け取った事務所に見学をしに出向きましたが、ビッグヒットエンターテインメントにも見学をしに行った際に、たまたまナムジュンが練習室でラップの練習をしている姿を見て、かっこいいと感銘を受けました。このことをきっかけに、ジョングクはビッグヒットエンターテインメントに入所することに決めたのです。今となってはダンスも歌唱も抜群の実力を持っていて、オールマイティーなジョングクですが、当時はダンスがあまり得意ではありませんでした。そのためデビューする1年前にアメリカへダンス留学をしに行き、ダンスの実力を着実に磨いていきました。今回は BTS メンバーがどのようにして BTS として集結させられたのかについてご紹介しました。デビュー当時からアーミーとして彼らを応援している人にとっては懐かしい情報だったのではないでしょうか。 BTS メンバーそれぞれの個性が一つ残らず潰されることなく、全てに輝きを持たせながら一つのグループとして成り立っている彼ら。そんな BTS の活躍はどこまでも止まることなく輝き続けることでしょう。現在メンバーたちの兵役期間もあり、ソロ活動に専念している BTS ですが、個人で活動していても話題の中心になる彼らの実力と人気は凄まじいものですね。皆さんはアイドルや俳優さんたちのプライベートについてどれだけ関心があるでしょうか。パパラッチと言われる芸能人のプライベートについての情報を偵察する人たちもいますが、いつ狙われるかわからない状況に、業界の人たちにとっては仕事が終わっても心が休まることがなさそうですよね。特にトピックとして上がりやすいのが熱愛情報についてです。こういった情報が出回ると大抵所属事務所が釈明するのが一般的ですが、近年その受け答え方が変わってきているのだと言います。そこで今回はプライベートな情報が出回った際の本人、事務所側の対応の変化についてご紹介します。自分が推しているアイドルや俳優さんについて活動情報はもちろんのこと、プライベートなことについても知りたいと思うのは普通のことですよね。好きな人のことはどこまでも追求して情報を集めたいと思うのも普通のことです。そのため芸能人たちのあらゆる情報を追っている各メディアなどは私たちファンにとって大切な情報源でもあります。しかしそのメディアの探索が時には行き過ぎていることもありますよね。特にシビアなのが芸能人たちの恋愛事情についての情報です。韓国の芸能界ではプライベートでの恋愛に関してデビューして何年かは禁止にしている事務所もあります。また近年世界各国で韓流ブームが巻き起こっており、注目されている K-POP や韓国俳優に関する恋愛事情をつかもうと目を光らせているメディアも少なくはありません。そのため中にはデマな情報があったり、行き過ぎた情報が出回ってしまったりすることも珍しくはないのです。リークされてしまった所属アーティストや俳優がいる事務所としては、そういった虚偽の情報を世界中に広められてしまった際に法的に処置を行うこともしばしばありました。ファンとしてアイドルや俳優、アーティストの小さな情報でも知りたいという気持ちは誰でも共感できる点ではありますが、メディアだけでなく一般人である私たちも行き過ぎた情報を SNS などで言いふらさないように注意していかなければなりません。これまで幾度となくリークされ続けているスターたちの熱愛説、旬なスターたちこそそのトピックに食いつく人たちが多くなりますよね。実際に熱愛についての情報が世界中に出回ってしまった場合、今までであればみんなのスターだからとでも言うように、しっかりとプライベートなことまで大衆に情報をオープンにしてきました。さらにはファンたちが納得するようにありのままの事柄を事務所側が、またスターたち本人が丁寧に説明をしてくれていました。しかし最近はこの風習が変化しつつあると言います。それはいくら名の知れているスターであってもプライベートは守るべきという考え方に変化しているということです。
今までは韓流スターたちの熱愛疑惑がリークされると事務所側は本人たちに事実確認をした上で事実ではございませんといった内容か、その情報については事実でございますと白黒はっきりとした返答をすることがほとんどでした。しかし最近では事務所側がプライベートのことは本人に任せておりますといった返答や、本人の私生活についてのことですので確認は難しいですといった濁した返答をすることの方が多くなっています。これはいくらスターであっても本人のプライベートは尊重すべきだといった考え方に変わっていっているからであると言われています。確かにいくら有名なスターであっても私生活まで丸裸にされてしまってはいたたまれなくなりますよね。それはスターたちに限らず一般人である私たちも感じることではないでしょうか。熱愛疑惑をリークされたのは BTS メンバーたちもこれまでに何度か経験してきました。マンネであるジョングクは2021年12月に韓国女優のイ・ユビさんとの熱愛疑惑が浮上しました。とある YouTuber の方がリークしたことから噂が広がりましたが、この熱愛説については HYBE側もイ・ユビさんの事務所側もすぐに否定をし事態を収束させました。また2022年6月24日にはリーダーのナムジュンに結婚説が浮上しました。とあるオンラインコミュニティにて名門大学出身の一般女性と結婚するといった情報が出回ったのですが、これに関しても事務所側はすぐに否定をし、悪質な YouTube コンテンツに対しての対応も見せています。 BTS メンバーの中で特に多く熱愛説が浮上していたのがテテです。2021年10月に提起されたホテルリゾートパラダイスグループのチョンピルリプ会長の娘さんとテテが交際しているという情報が出回りました。しかしこの情報も事実無根であり、事務所側は各韓国メディアに対して直ちにただの知人関係ですと否定しました。BTS の所属事務所である HYBE のメンバーたちの熱愛説についての対応は即座に否定するものが多かった中、未だに ARMY たちの間でもモヤモヤするような対応がされている熱愛説があります。それはブラックピンクのジェニーとの熱愛説です。これまで幾度となくテテとジェニーと思われる人物が一緒に写っているプライベートな写真が流出したり、2人の目撃情報が浮上したりするたびに両者のファンたちは不安な気持ちを抱いてきました。チョンピルリプ会長の娘さんとの熱愛説は即座に否定した HYBE 側も、ジェニーとテテの熱愛説に関しては未だに白黒はっきりされていません。これはジェニー側の事務所も同じ対応がされているのです。そのため余計にファンたちはモヤモヤとした感情を抱いていました。他のメンバーたちや一般の方との熱愛説に関しては事務所側が即座に否定する文面を出していたため、このテテとジェニーの熱愛説に関して何も表明してくれないことにより事実なのではないかと感じ取ってしまうファンも少なくはないようです。テテとジェニーの熱愛説に関して事務所側がはっきり白黒つけないのはなぜなのか気になるところですよね。これに関してもはっきりとした情報は分かりませんが、推測されている事柄がいくつかあったのでご紹介します。一つ目は変化したスターたちの熱愛説対処法のように、彼らのプライベートなことのためにあえて黙秘を貫き通している説です。この熱愛説が事実かどうか事務所側で本人たちに確認を取っていても真実を公にする必要性はないと考えられている可能性があります。2つ目はお相手がお互いに一般人ではないからという説です。ジェニーが所属している事務所 YG エンターテインメントは、所属アーティストが結婚を決めた時かお相手が一般人の方である時くらいしか基本的にコメントを出していないようです。今回両者とも世界的人気な K-POP アイドルのためあえてコメントを出していないのかもしれません。3つ目は無実であるが何者かが偽りの情報を次々と上げていくために対処しきれない状態であるという説です。
これまで出回ってきたテテとジェニーの画像は2人のスタイルを真似している、全くの別人だと追求しているアーミーが多くいます。あえて白黒はっきりさせず、このいたずらが自然と消えていくように沈黙を続けて時間で解決させようとしているのではないかという推測がされています。ことあるごとに浮上するテテの熱愛説。しかしアーミーたちはテテ本人からの言葉を聞くまで安易に信じないようにしようという意思を持っている人の方が多いようです。いつまでもはっきりさせない事務所側に不満はあるものの、やはりファンである以上テテ自身を信じてあげたいですよね。また心優しいテテがアーミーを騙すようなことや悲しい思いをさせるようなことはするはずがありません。アイドルである前にテテも一人の人間です。もちろん恋愛するのも自由ですが、アーミーのことだけは悲しませないだろうとテテを信じるアーミーは多くいるようです。今回はプライベートな情報が出回った際の本人事務所側の対応の変化についてご紹介しました。まさに時代の流れに沿って変化してきている事柄だなと感じました。スターであってもプライベートは守ってあげるべきですよね。またプライベートを自由に謳歌してほしい気持ちもある反面、ファンたちを悲しませることだけはしてほしくないというのもアーミーの本音なのではないでしょうか。それでは次回の動画もお楽しみに。ボラヘー。